台湾の地図に関する地震データのプロット。台湾の地震一覧では、台湾島に大きな影響を及ぼした地震を列挙する。台湾は環太平洋火山帯上、フィリピン海プレートの生端の地震活動が活発な地域に位置する。台湾島では42の活断層が地質学者によって特定されているが、台湾で観測された地震の大部分はフィリピン海プレートと、 島の東のユーラシアプレートの収束によって発生した。歴史上、台湾で記録された地震の大部分は台湾東方沖で発生しており、被害は軽微である。一方、島直下の直下型地震では規模に比して大きな被害が生じている。台湾における最古の記録地震はオランダ統治時代1624年に発生したものである。20世紀には、 91回の大規模な地震が観測されており、うち48回では死者が発生している。直近の大地震は1999年9月21日に発生した921大地震で2415人が死亡した。現代台湾における多くの建築物は地震に対する体制を考慮して建設される。 台北101もその一つで、ウィンドシアに耐えられる、硬さと地震に耐えられる柔軟性を両立する必要があった。また、台湾高速鉄道は大規模な地震が観測された際に、すべての列車を安全に停車させるための自動安全装置が組み込まれている。それにもかかわらず、1906年の梅山地震や921大地震など、 多くの主要地震では死傷者が発生したことに関し、劣悪な建築基準が問題視された。台湾国内では中央気象局が地震の監視と報告に関し担当している。また、大地震はアメリカ地質調査所でも評価される。台湾における地震学の研究は日本統治時代に始まり、最初の地震計は大森房吉基地の会社によって台北に設置された。 1736年以後現在に至る重要な地震を列記する。1895年の日本統治により、検知技術が大きく向上し、より詳細なデータが収集されている。地震の色分けは、マグニチュードと犠牲者数によるもの。ありがとうございます。